こちらはカナダから来たどんぐりグルーです。ここにどんぐりのマークがついていますね。これは待ち針の代わりです。先端がノズルになっていて、キャップを外すとこの先から一滴、これが待ち針一本分です。最初はベタベタしますが、熱を加えることによってサラサラになります。布にこの糊をつけてアイロンをかけると同じようにサラサラになるので、ベタベタがミシンの中に入らない、ミシンにとっても優しい糊になります。ではどんぐりグルーを使ってみましょう。このぐらいの長さだと私は待ち針を3本します。ですので待ち針の代わりにどんぐりグルーを3滴生地の上に置きます。組み合わせた布を中表にして、アイロンをかけます。これで待ち針はいりません。では縫っていきましょう。待ち針がないから簡単に縫えますね。どんどんチェーンソーイングしていきましょう。チェーンソーイングできました。こちらは縫い代を倒すペン、プレスペンとプレスペンの中に入れる液体があります。両方ともどんぐりのマークがついています。でこの液体を中に入れることができます。このフェルトのペンに液体が十分に湿らせるように何度も押して、液体が出るまで湿らせましょう。ではプレスペンを使ってみましょう。この液体はシミにならないので生地の表からつけていきます。ここの間の縫い代を倒したいところにしっかり液体をつけていきます。そしてアイロンをかけます。アイロンの裏も汚れてません。こちらがプレスペンで倒した縫い代です。こちらは普通にアイロンをかけた分です。この縫い代がぴったり折れることによって正確に四角つなぎができます。カッターボードの上にきれいに並べていっぺんにカットしていきます。ではつなげていきましょう。2つつながっているものが1つ2つ、これをつなげていきます。この長さですと私は待ち針を1本2本3本打ちます。ミシンでこう縫っていくときに待ち針が怖くてふっと抜いてしまうと中心が合わなくなります。ですのでグルーを使います。必ずここの中心、ここ大事なのでしっかり合ってるかどうか見てください。そして待ち針の代わりに3本打つんだったら、このグルーを1つ2つ3つつけて合わせて、そして
待ち針がないので安心してミシンで縫ってください。ではミシンで縫っていきましょう。ここで縫い代をちょっと見てください。こちらは進行方向で縫い代ですが、反対側は進行方向と反対を向いています。こう縫った時にこの縫い代がよれてしまうという経験ありませんか？でもプレスペンでちゃんと畳んでいるので縫い代がひっくり返ることがありません。こちらが縫ったものです。表を見てみるとほら中心がきれいに合ってるでしょう。そして裏側、縫い代はこちら側とそれからこちら側と右と左に倒れてます。縫ったところはここですね。縫ったところの縫い代を右と左にピュッと倒すとほら風車のようにきれいに倒れましたね。そうしたら表から見てまたプレスペンで十字につけてアイロンをかけましょう。アイロンをかけるとこんなにきれいな四角つなぎが出来上がりました。